武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は防衛大学校の数学の勉強について話していきたいと思います。防衛大学校の数学ですが、文系理系の数学がそれぞれあって、人文や社会科専攻に関しては大問が4題、そして理工専攻に関しては大問が5題という形になっているんですが、理工の問題から問題の数算範囲をカットしたものが文系の数学の範囲となっておりますので、基本的には共通問題、数算を除くというような形になっております。で、その問題の難易度に関してですが、かなり基礎的な問題が多いです。なので、レベルとしては日大レベルやってればまず大丈夫であろうというもの、むしろそれよりももっと簡単な本当に公式さえ使えればみたいな問題も割と出ている形ですね。つまりそうなるとですね、計算ミスがもう本当に致命傷になりかねないという形になりますので、日大レベルプラス計算問題集1冊は絶対に仕上げておいた方がいいという難易度ですね。時間がない場合は最悪日大レベルが終わらなかったとしても計算問題集などで一通りの公式使うだけの基礎はちゃんと仕上げておいた方がいいというような形となっています。で、出てくる範囲に関しては、問題数、そこまで多いわけでは、ないんですが、割といろんな、範囲で、特にグラフ関連ですね、関数とか微積とかあたりは結構よく出てくるかなという形。ただ、小問も割とありますので、一問落とすと結構その痛いので、苦手範囲は作らずまんべんなくちゃんとこなせるようにしておいた、方がいいでしょう。で、制限時間は割と、長めではありますので、計算さえ、遅くなければ、しっかり終わりきる程度の、量かなというふうには思いますので、そこはですね、しっかり仕上げていきたいところですね。なので、ただ、今言ってたのはある程度合格点を取る程度の点数の話で、ここからそのさらに満点とか狙いに行くぐらい、本当に9割とか狙いに行くぐらいであれば、一部難しい問題があったりは、するので、優先順位的には計算をミスらない状況でできれば基礎を一通りで、余裕があれば本当に高得点取りたいならマーチレベルぐらいまで、マーチ入門までですかね、やっていくぐらいの、つもりでやると、いいかなと思います。以上が、数学の勉強となります。